DAZN。 右のウィング松村、左ウィング橋本、30番は小島、小島は3試合ぶり先発、15番の藤田、奥村はより攻撃的な役目をこの一戦では担います。7番の菊谷、67番鬼江大地区は6試合ぶりのゴールを目指します。6番の岡澤、13番の岩本のダブルボランチを予想します。5番の竹澤、24番の佐藤、この佐藤は YCC 横浜は古巣、富所と松重、富所はチームトップスコーラーの8ゴールをマークしています。さあ鬼枝、スピードがある鬼枝、大地区右がいた、左に展開してエリア内、こぼれたボール、シュート、前半の6分決めたのは7番菊谷敦史。立ち上がりホーム YCC 横浜が先制しました。菊谷敦史、今シーズンの6ゴール目、チームで最も多く得点を挙げているのがこの菊谷です。22試合目の出場、6ゴール、堂々たる数字です。相手ディフェンダーに当たって少しコースが変わったところ、注目選手、この奥村のお膳立て、ファーサイドしっかりと詰めていました。橋本陸と小島シュート、鬼江、鬼江横地区、さあ自分で行くか、それとも菊谷に出すか、サポートに行ったのは松村です。そして奥村のシュート、追加点 YSCC 横浜、前半の18分、奥村浩二の右足炸裂、狙いすましたミドルシュート、左のサイドネット、奥村もこれで今シーズン6ゴール目、見事なゴールでした。まずここで鬼江が頑張りました。鬼江大地区、鈴木のいいディフェンス、ボールをカットしたんですが、いいサポート、32番の松村、そして中央、しっかりとファーサイド、サイドネットを狙いすまして、右足でシュートを放っていったこの奥村浩二。藤原、佐藤、残して岡澤、カットした菊谷、さあまたもオエスチャンス、菊谷から鬼江、鬼江大地区、そして最後は奥村、あっとオフサイド、奥村がオフサイド、鬼江が決めていれば得点。4ゴールというのはJリーガーになってからのキャリアハイではありますけれども、本人はもっともっとその上を目指しているでしょう。佐藤だ、佐藤のミドル、枠を捉えている、ここはナイスキーパー後藤直樹。佐藤がいいプレーを見せています。カットインから迷わず右足シュート、ツーシャドウに27番の重松と8番の岩渕という布陣でしょう。ここは鈴木、ダイレクトのクロス、ゴール前、岩渕のシュート、ゴールキーパー東が抑えた。後半は特にアウェー琉球がボールを持つ時間が長くなっています。逆に奪ってからのカウンターを狙うワイス横浜、脇坂、スピード上げる、脇坂ゴール前に送るが、重松、中央、富所、岡沢が後ろから、岩渕倒れている、あーホイッスルだ、ということはエリア内ペナルティーキック。 FC 琉球エリア内 PK 獲得、あこれは完全に遅れてしまいました、遅れていってしまいました。中川レフェリーのホイッスル、富所、あっと後藤が止めた、際どいところ、コースギリギリに飛んだシュート、長い手を伸ばしてよく触りました、後藤直樹、リプレイです。10番富所、高
高安が中に絞っている。高安左に展開して、さあいい展開だ。藤原が回っていく。藤原の折り返し、上原、ただその前にファールがあったか。岩渕がここでためを作り、外を回った藤原の絶妙のクロス、最後は上原。本当に常に冷静なゴールキーパーの後藤直樹です。クールにビッグセーブ連発のこの試合、その後藤が長いボールを蹴ったところでタイムアップのホイッスル。YCC 横浜、本当に久しぶりの勝利です。 YCC 横浜第21節、福島ユナイテッドに2対1で勝利して以来10試合ぶりの勝利。ダゾーン。